はい、今ですね、ぶら下がり対決終わったんですけれども、ちょっとね、一個気になることがありまして、こちらでございます。これは八木さんのカバンなんですけれども、八木さん、いつも持ってたんですけど、めちゃめちゃでかいですよね、このカバン。でかい？これあの僕の標準サイズですけど、これね、中何が入ってるんですかっていつも気になってたんですけど、見てもいいですか？けど必要なものしか入ってないですよ。今日だって泊まりの仕事とかじゃないですよね。いやいや、まあ、日帰りです。日帰りでしょ、うん、で家から来てこの後普通に仕事行って、うん、普通に帰るってことでしょ、はいはい、でかくないですか？でかいっていうか、俺もうずっとこれやから。本当にちょ、まずこれ持っていいですか？いいよ。重っこれ。ちょっと待って、僕いつもダンベル持ってるんで大体重さ分かるんですけど、うん、10キロはあります。あると思う。10キロは余裕であります、うん、大体アームカールした時の感覚で分かるんですけど。すな、俺のバッグでアームカールすな。いや、大体アームカールできるほどのバッグの重さがおかしいんですよ。すな、ちょっと八木さん、中何が入ってるか教えてください。何が入ってるって普通やで。こうコーラ、あ、はい、まず飲み物、はい、でコーヒー、はい、で、これだから別に泊まりの仕事じゃないですか、ね、お茶、麦茶、はい、お茶で、タオル、タオルね、で、タオル、え、タオル、またで、タオル。いやいや、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、八木さん、それタオルですか？ちょっと待ってください、これタオル、タオルです。雑巾じゃない？違う違う、洗ってる。俺畳まへん主義やから。ガビガビですよこれ、うん、ちょっとこれ八木さん顔とか拭いてます？うん。あ、それでだ。なんかたまに八木さんって、うん、この頬のあたりに、うん、なんか擦り傷みたいあるじゃないですか。あるある。そうだ、硬いから傷がいくのよ。硬すぎて体に傷がいくときあるんですよ、タオル。ちょっと触らせてください。硬い。俺硬い方が好きやねん。だからずっと使ってない。そうそうそう、硬いの好きやねん。これ何年ぐらい使ってます？いやー、多分芸人になった時ぐらいからちゃうかな。いやいや、芸歴何年ですか？26年ぐらい。このタオル26年。いや、あると思うよ、26年目のやつは。逆にめちゃくちゃ長持ちするんですね。そう。で、これタオル、じゃあ、これは多分10年ぐらいかな。これ5年ぐらいだと思うけど、多分。いや、それで八木さん、顔拭いたらそれは擦り傷できますよ。これ傷いくから気をつけてください。お、出てきた。何で、これは上着、トレーニングできるような。ジャージ、仕事の合間とか。合間とかでトレーニングできるようなジャージね。上下入ってるじゃん。そう、上下。え、これはランニングできないんですか？これは服、外の服とか日常の服。はいはい。これはジャージやん。あ、じゃあトレーニングとこの私服で分けてるわけ。分けてるんですね。ズボンも。まあまあまあ、なるほどなるほど。まだまだ入ってます。あ、ほんでこれ健康ボーイズの衣装。健康ボーイズの。これわかるでしょ、銀君、はい、これはまあ衣装ですね。衣装ね、はい、で、ちょっと待って、ビニール袋に小分けされてますけど、何個入ってんすかこれ。あとお菓子。え、お菓子、これなんか静岡の有名なお菓子。あ、ちょっとクッキーのような。そうそうそう、美味しいね、これ。分けて入れるの好きなんです。そうそうそう、ビニールね、しっかり分けるんですね。で、これチョコレート、これは別で入れてる、ね、別で入れてる、うん。なんで分けるんですかね。一緒になったらややこしいかなと思う。で、これがジャージ。え、ジャージ。いやいやいや、八木さん、さっきジャージあったじゃないですか。あれはだからあったかい用で、これはだから薄め短パンとか。短パン、 T シャツ、うん、長袖 T シャツで、これはランニングできたの T シャツ。めっちゃちゃんと分けてるんですね。ウエストポーチ、サンバイザー。これがランニングセットやね、簡単に言うと。こちらのセットはランニングセットやね。ランニングの時用に分けてるんですか？そうそうそう、いつでもそのランニングができるように。営業先とか。でも八木さん、ん、今日は仕事行って泊まりに行ったりしないですよね。今日ランニングはあるんですか、予定としては？いや、それはだから天気とか見て決めるから分からない。俺だ、決めへんから、何をするかを。予定を立てずに。そうそうそう、天気とか見て決めるから。で、これ靴まで。これランニング用、ランニングシューズ。え、ヤギさん来ましたよ、そのランニングシューズでしょ。うん、これじゃダメですか？これはだから外用というか、まあ分けてるわけですね。そうそうそう、きっちり分けてるんですよ。私服とランニングを分けとかないと。そしてまだまだ入ってますよ、ね。あ、これは着替えや。え、着替え。何の着替えですか？靴下とか。私服の着替え。そうそう、パンツとか。なんか急に泊まりになることもあるから。パンツあって、あとヒートテック。ヒートテック、寒い時あんのよ、もうこれが。あ、これもヒートテックの長袖、うん、長袖で、これが T シャツで、これが替えの T シャツ
これ全部なんかランニングのやつとあんま変わらないような気がするんですけど、うん、まあ分けてるんですね。これはあのいわゆるこう泊まりの時になった時に急遽対応できるように。いやいや、八木さん、今日はだから仕事行ってそのまま家に帰るんですよね。基本はね、今現在の予定は。そんなに予定変わることあるんですか？ない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 んでしょ？ないない。今までそういうことあったんですか？急にない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 。なぜこの着替えを持ってきてるんですか？もしね、これ必要なものだけなんですよね。でこれはハイパーやな。え、排水パンツだからトレーニングでプール行きたくなるかもしれないな。なるほど。これ水中目はね。でこれは曇り止め常に持ってるんですか？そう、だからいろんな体育館とかでプールあるとこあるやん。はいはい、ビジターで行けるから。でそれじゃあ最近いつ使ったんですか？この時期は野外やってないからほぼない。この時期は野外やってないからほぼない。行くかもしれないという水着を入れてると。そうそうそう。でマスクね。ダマダル、え、マスクで、ダマダル、あとティッシュペーパー。あ、ティッシュも。なんかない時あんのよ、こう。で帽子、なんか顔さして嫌な時に被る帽子。あ、これ一応ちょっと気づかれない。そう、気づかれへんようにこう帽子。これなんすか、トレースって書いてます、ね。うん、これなんすか、トレースって書いてます、ね。うん、帽子、はい。でヒートテック。ちょっと、いや、さっきありましたよ。あれは着替え用で、これは簡易というか、パッと着たい時に着てるの。いやいや、こんだけね、荷物いっぱい入れてるからもうどこ行ったか分からなくなるから、パッと切れなくなるんですよ。で、あとこれファイルね、仕事のこの、例えばギャグ帳とか。そうですよね、こういうネタ帳持って、ネタ帳とか。すごい、これすごい年季入ってますね。ちょっと見せてください、これ。わ、すごい、やっぱり2000年だから。あ、2000年の1月から。あ、でも10ってなってるか。あ、最初の5年で9冊作ったから。はい。で、20年かけて1冊で、20年かけて1冊。最初5年で量産したんですよ。そう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 。え、どんなギャグ書いたんですか？ちなみに八木さん全部できるんですか？全部できる。適当に言っても、うん、適当言いますよ。これ1404番、これなんですか？小鳥の休憩所。はい、ちょっとやってください。小鳥の休憩所、こういうギャグとか。今のちゃんと覚えてたんですよね。うん、全部できるんですか？全部できるよ。適当いいっすか？マジ全部できる。すごいっすね。特に何個あるんですか？もう1451。すごい。じゃあこれ一番最新のやつ、うん、なんすか？時計のバイトしてます。3時をお知らせします。ちょっとやってみます。だから、僕今時計のバイトしてます。3時をお知らせします。まあ、こういう感じだね。まあ、こういう感じだね。すごいっすね。うん、だからほんまにガチで、これしかない。ガチの仕事の、もうこれしかないねんから、逆に言うと。もうこれしかないねんから、逆に言うと。他何が入ってる？まあ、なんか薬とかね、緊急の時のこの薬とか、はい、あと入館書とか。お、はいはい、まあなんか、まあいるもんや。まだありますよ。充電器、まあ携帯とか。携帯とか、あとこれバッテリーとか、あとはこれ時計使ってへん。夜の9時半になってますよ、うん、これもずれてんねんけど、これもずれてんねんけど。ずれてるやつ持ち歩かないでくださいよ。ほんでこれはおしゃれポーチの、ヒゲ剃りのこういうのとか、目薬とか、まあ、歯ブラシとか。これちょっと生活用品。ほんでシギオが歯ブラシ持ってないって言うから簡易のやつ。予備でめっちゃあるじゃないですか。うん、歯ブラシで、いや、ちょっと合計何本ありました？何本あったかな。1、2、3、4、5、6、9、10本入ってる。10本。何かあった時のために。そうそうそう。何があるんですか？いや、たまに貸してって言われるのよ。たまにね、年に1回ぐらい言われるの。いや、年に1回の割には10本って多いですね。で、あの新幹線とかでこう荷物多いから、はい、足元置けへん時あるのよ。あ、これバッグ大きいですからね。そう、だから自分が必要なもんだけをここに取り出して、あのこれを荷台にあげるっていう簡易のバッグ。いやいや、じゃあもう普段からこれだけでいいじゃないですか。いや、これすぐちぎれるから入らへんから。なんすか、すぐちぎれる。いや、これ入らへんやん、こんなの。いや、だからこの普段からいるものだけじゃないのが多すぎるからこれになってるわけでしょ。ここでそれがちょっとこうちぎれることがあるから、その予備で一応これ持ってる。予備でね。これ荷物が多くなるのをあるから、これがあって、しかもこれがちぎれるかもしれない予備があって、荷物の負の連鎖になってます。カイロ。あの夏とかカイロ売ってないやん、コンビニに、はい、だから結構夏場こそカイロ入れとかなきゃ。それ何かあった時のために。まあそうやね、なんか急に寒なったりとかした時のカイロ。じゃあ夏場でも常に持ってる。持って、カイロは持ってますね。これは泊まりの時とかあるから、透明のコップで、お酒、ウイスキー、常にこれウイスキー入ってるんですか。で、コップがあって、うん、
白州で、これ白州って結構ええ酒なんやけど、家にある核をここに詰めてるから中身は違うのよ中身はこれなのよ。だから中身はこの核というウイスキー。それでも2本もあるんですね。そうそう、だから1本やったらちょっと戻ったりひんから、あ、一応予備のために。そうそうそう、何かあった時のために。そうそうそう、何かあった時のために。何度も聞いて申し訳ないんですけど、うん、今日は家から来て、うん、仕事行って、その後は、いや、もう家帰るだけ。一応入れてるんですか。一応ね、何かあったら。今までそれ何かあったことあるんですか。ほぼないね、ほぼないねほぼない。ほんで、これブラジルの人聞こえますか、バックって言って、すごい、これ八木さんオリジナルの。そうね、営業とか行った時にさ、配る時あるのね。はい、プレゼント、ね、プレゼントであげれるようにこれ入れてたりとか。ほんで、これは楽屋弁当入れるやつ。街が広いのよ。弁当って紙袋に入ったら斜めになるやん、はい、でこれは底が広いから安定するんですよ。もうあとほとんど、あとレインハットって雨降る時に、急に雨降った時のためにこれ入ってる。レインハットって何ですか。これだからカッパでこうやってマジですか、ヤギさん。こうやったら、あの、ちょっと待ってください、ヤギさん、これマジで入れてるんですか。そう、マジやで、全然マジやで。軽くて便利なんですよ。これ家族全員使ってるから、これ家族全員使ってるから。色は違うんですよ。家族で遊園地行くときとか必須アイテム。もう今これ200円、家族全員持ってる。ほんで遊園地行ったときに、どこかお出かけするときはこれ必ずこれ持っていくんだけど、だってちょっと今も振りかけてるけど、これ安心でしょ。ほんだら、あれめっちゃいいやん、どこに売ってんのってなるのよこれなります。なる、めっちゃ周りの人え、いいなって言われる。これめっちゃ周りの人え、いいなって言われる。これ八木さん、なんかさっき帽子をかぶって、うん、一応顔を刺したり、うん、まあ、人混みのところ気づかれないようにって言ってましたけど、うん、めちゃめちゃ目立ちますよ。これ目立つけど、もう声かけられへんね、これは逆になんか、逆に声かけられへん。これで声かけられない。両手使えるから、ランニングはあんませんけど、これすごい便利だと思って。ウォーキングぐらいやったらこれで行ったらすごい便利。え、これ実際使ったことあるんですか。いや、だからこれ基本やって、ほんまマジで。今これすごい便利やね。じゃあ実際結構役に立ってる。役立ってます。夏場なんかは、あの、夕立ち来るから、で軽いから。これすごいっすね。いや、だからまあ200円やしね。あと色違いからね、フライングタイガーっていう店にあるんですよ、大阪にあるね。まあどうしても欲しいって言ったら1個あげてもいいけど、でも売り切れるからね。はい、というわけで、なんかだんだん怖くなってきたんで、この辺で終わりたいと思います。最後一瞬締めましょう。せーの、パワー。